やばやば。はい、おはようございます。です白崎です。ナイスガイスガイです。万劇を感じくれてー。漢字がこうグル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 って出てくるんですよ、きっと。その通り。読み切ったな。よし。それではこちらご覧ください。ほうほう、なんだこれは。白。お、その通りです。よし。あー、そっか、その下の出っ張りみたいなのがさ、出てるわけです。なるほどね。こちらはこういうフォントの白という漢字を読んだ。はい、ちょっとね、ちょっとこうもちゃっとしてる。ほんと依存性が高い。このようにですね、1個の漢字を加工した画像を見てしまったので、元の画像が何という漢字だったのか見てください。はい、はい、間違えてもいい。間違えてもいいにしましょう。よーし。お、兄弟じゃん。ということは、後ろすでにまあまあ難しかった。そうだね。問題は全部で7問あります。はい、よし。それでは参ります。よっしゃ。第1問はこちら。どん。子供の子。正解。確かに。これはもう子供の子よ。すげえ。三回大賞だ。そうだ。万華鏡じゃん。この出っ張り、子供の子だなーって。なんだわ。いや、偉い。すごい。むず。早。早かったね。よし。これ無限にいけるかもしれん。すぐ終わらすわ。今回の動画3分だよ。そうなんですよ。それでは続いて第2問いきましょう。はい、はい、第2問こちら。きーわ、何これ。やば。ええ4。正解。あー、4だ。本当に4だ。4回大賞で書かれた4だよ。90度ずつ回したでしょ。はい、じゃあ答えです。よし。え、嘘。忍者屋敷のロゴだって。二重になってるのはそれ、あれか、1、2、3、4、五角根がちょっと上だからか。あ、そうなのか。このもんだから。ずるいずるいずるい。下はみ出し系のフォントだから。白の時もそうだったけど。ちょっとうるせー。高床式フォントだから。モップとか中に掃除しやすい。掃除しかがちゃんと入る。ルンバ用の隙間がある。0点、1点、1点です。よし。はい、感じよう。関係ないよ。まだでも、コと4だから、もっと難しくなったら漢字王の可能性ある。そうだね、そう、知らない漢字かもしれない。第3問。はい、OK。問題はこちら。あ、くそ。しな。いやー、しな。なんだよ、これは。よしよし。めちゃめちゃしなだわ。またこれあれじゃない ?3 回じゃない。その通りです。特徴的な飛び出しがね、やっぱ見えるっていう。何回回ってるかっていうのをね、気づくと、どの位置のやつを見たらいいかっていうのが分かる。そうね。でも結局、正位置のやついるはずじゃん。そうね、そう。正位置のやつを見抜くっていう。今のところね、そう、まっすぐなやつあるからね。第4問、こちら。どん。作る。正解。よしてやるじゃん。中心にあるとは限らない。そうだな。ずらしも来ちゃった。聞いてなかったもんな。いや、でも正位置に注目する。確かにその論法崩れてない。そう。第5問、こちら。やばやば。見る。違います。あー、え、兄。違うか。え？九九九九九。正解。え？え？それじゃない。ごめんなさい。違います。え？九じゃないの？漢字の九じゃないの？ってことは丸。正解。おい。おいおいおい。九はほぼ正解だろうよ。何個ある？丸だ、何個ある？8個。いや、だから9だと確信して押して数えたら8個しかないから。あ、なんでそんな問題作るんだろうと思ったけど、もう9って言わざるを得ない。え？9だったらもっとスカスカですからね。いや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 、8個化されたら結構だよ。9でやってみてほしい。9だと、確かに。ちょっとスリ。物足りないな。3点、1点、1点ですね。やばいや。やばいの。結
感じろだな、これ。だからこれがね、あまたでもないなと思ってるの、あまたって何キューはね、あまたと思いますからキュー見て最初にあまただなって思う人そんないないから。6問あります。はい、こちら、はっ、いや、なんだこれは、え、おや、ゆ、違うか、え、ここにこのパン、え、こんな字なって嘘、昼、正解、マジかよ、すごっ、上下逆じゃないこれ、そうだね、おかしいと思ったわ。そう、いや俺高床式じゃないのよこれ、四角が、本当だ、あ、本当だ、このね、高床式の部分、下の出っ張りがないから、これは上なのかなと思ってうわ、上にこうついてて横棒で終わるやつ考えたら昼だね。当てはまりましたね。漢字王はここまで漢字王なんだ。学習させちゃった最初の2問で。心の内に秘めとけばよかった高床式相談。それでは最終問題です。最後はドロ。よっしゃ。最終問題はこちら。うわー、なんか昆虫の足っぽいな。九。キューにも見えるよな、めっちゃキュー見える、嘘、くそ、くそ、真ん中にクソ綺麗な六角形なんだこれ、もっとも、もっともらしいとかの方のもっともね、嘘、これなんかさ、足りなくない、なんかこんなで終わっていい感じ、え、そうなんだよ、物足りないんだよねこれ、なんか少なくない、え、こんなじないよ、こんな字ない。クソ、なんで高床式の部分ねえんだよ今日。光。言われたら見えたー。本当だー。光が6個回転してるわ。その通り。光かー。光に Z オーバー 6Z 作用してるよ。整数感の言い方すなよ。整数をさ、6の倍数の整数でちょすなよ。この9みたいな、ここで正位置のがあるのに、あって60度書いたのに、なんかまっすぐな棒があるんだよ、縦に、うん、確かにね、でこれしかもう貫いてないんだよね、うん、縦があるそう、うん、だから上か下にしかないってなったら、こうやってやって、こうやってやって、こうやってやったら光だ。難しいよこれ。こりゃブルースさんはびっくりだわ。マミキャの発明者ブルースさんね。ということで4分2点1点で山本さん優勝。はい、ということでね、本日は万華鏡漢字やってまいりましたけども、はい、なんかどちらかというとフォントを見極める力、ね、そうなんだよ、フォント依存性の高さ。はい、ということで皆さんもね、漢字を回転させて遊んでみたらどうか。嘘、遊びの進め方異常でしょ。回転、いや、まあ新たな発見じゃない。はい、ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。通知もね、オンにしてください。お願いします。さよなら。さよなら。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。